神の子になる前、人間はサタンの子で罪の子でした。神の子とされるとは、罪の奴隷という身分から抜け出し神の子になることです。神は人間を神の子にしようと初めから計画されました。イエスがこの地に来られた最も重要目的がまさにこれでした。このことで人間は神を父と呼べるようになりました。主人と奴隷、父と子の関係は根本的に異なります。奴隷は主人を怖がりますが、子供は父を愛し信頼します。また奴隷は仕事の代価で行きますが、子供は父から保護されます。そのため神の子になった人間は、子供が父に似るように人格と生活が神の子にふさわしい姿に変化するべきです。神が人間を食べさせ、着させ、時には戒めることで、人間を神の子にする理由は、キリストと共に新しい天、新しい地で永遠に治める存在にするためです。人間は神の子として天の父の相続を受けたことを覚えて生きるべきです。